こんにちは、花よりもさん。生活保護に関してなんですけども、例えば30万にするじゃないですか。で、一生懸命働いて15万の人がいますよね。そしたら妬みって起きると思うんですよ、だからそれはそれでね、別の問題で考えなくちゃいけないと思います。あくまで今回は生活保護30万ぐらいじゃないと、さっき計算したらね、30万でも20歳から30万もらい始めても40年間で1億4400万ぐらいにしかならないんですよ。でこれだとかなり制限された人生になるんじゃないかなと思うんですよね。で、生まれてこの方ずっと30万でもすごいもらってるかって言ったらそうでもなくって、例えばね、30万って年間360万ですからね。360万で、例えば生まれた時から70年間もらっても2億5200万なんですよ、ね。で、大学出て頑張った人が生涯賃金がだいたい3億円ちょっと切るぐらいって言われてる時代に、まあ確かにね、大学出る投資とかその労力とかって考えたら単純に比較はできないんですけども、一人の人が人生をね、そこそこ豊かに、そこそこ不自由なく全うしようと思ったら、自分一人を養うのに3億円ぐらいかかるんじゃないかなっていうふうな単純な計算から、今の金額だったらとてもじゃないですけどね、やっていけないんじゃないかなと思うんですよ。70で例えば、120万かける70だとしたら1億円にはならないんですよ。すごい切り詰めてるような気がするんですよね。で、スタート地点としては今までの生活保護制度っていうのは昔作られたものなんで、それをね、もう一回チャラにして今から一から作るとしたらどういう風になっていくかなっていう風な感じなんですよ。今の社会インフラとか通信技術とか人間関係とかね、それから物価とか飲食店の価格とかね、こういうものを計算すると、多分生活保護の制度ができたのが36年前っていう風に聞いたんですけども、その頃とはだいぶね、今の時代変わってるのかなと思いますし、もちろんね、だから自己育成のためのお金も私生活保護費に入ってると思うんですよ。で、将来の貯金のためのも入ってるっていう風な立て付けなんですよね。あとは生活保護費って別に自主的に返納すればよかったりとかいろいろあるんですけども、まだまだ考えは全然まとまってないんですよ。ただどのくらいの金額かなってところから入ってるんで、トンチンカンな部分があると思いますし、生活保護じゃない人の感情も配慮しないといけないかなっていうところもあるんですけども、だからね、結構ね、これ話題を出して発信するからいろいろ自分に見えてないところがいろいろね、いただけるんで、だんだんこう整っていくかなと思うんですけども、あとはね、月30万ぐらいもらったら働かなくなる人も出てくると思うんですよ。それはまあ当然だと思うんですよね。働かなくなっても、うそれはそれでいいのかなと思うんですよ。で、働かなくなっても、でもね、じゃあ堀江貴美さんとかイーロン・マスクとか孫正義さんって月30万じゃなくてもね、月300万もらって働かなくなりますかねってことなんですよ。だから結局とてつもない天才とか世の中にもっといいものを作り出す人って生活費が保障されても続けると思うんですよね。だからそういう人たちに全部丸投げするわけじゃないんですけども、でもやっぱり私はね、そこで生活費が確保されてもそれこそサボる人も出てくると思いますけどね。それでもなおかつ生活費の心配がないから、本当に今までね、お金がなくて研究できなかったこととかをする人も出たりとか、お金がないからできなかった創作活動をする人が一気に現れたりとかしてね、なんか活性化する部分もあると思うんですよね。で、それがどうなるのかっていうのは人類史上誰も試したことがないんで何の保証もないんですけども、やっぱり心配はあります。それは100人が100人全員働かなくなったらどうするみたいな。でも実はそういう時にこそ消費税ってものが発動したりね、消費税ってものが発動したり、それこそ生活保護費を下げたりっていう政策変更っていうのもあると思うんですよ。だから30万もらってそれがずっとじゃないよと、社会の変化によっては変えていきますよっていうことなんですよ。だから以前作られた生活保護も社会の変化によって今回変えてもいいんじゃないかなって提案が一つと、これからもそれは変わりますよということなんですよね。例えば生活保護がちゃんと安定して30万毎月振り込まれるとね、何が変わるかっていうと、すぐ思いつくのが働かなくなる人が出てくるってことですよね。あ、俺も生活保護行こうみたいな感じでトラックドライバーさんの一部の人が辞めたりとか飲食店経営の人が辞めたりとかすると思うんですよ。でもそうなるとちょっといいこともあるんですよ。それはですね、今ね、供給が多すぎて需要の方が少ないっていうバランスなんですよ。だから世の中デフレなんですよね。でも供給する人が減ったりとか、何か物を作る人とか物を運ぶ人が生活保護に流れていくことによって供給側が減るんですよね。そうすると
何が起こるかっていうと、物の価値とかサービスの価値がすごく上がって、トラックドライバーの給料も上がるし、飲食店さんの給料も上がるんですよ。そうなると結局はね、これ神の見えざる手の中でもあるんですけども、昔の書類なんでね、書籍なんで読んでない方もいると思いますけども、なんとですね、結局は釣り合っていくそうなんですよ。世の中の価格がどれだけの人がサボろうと、どれだけの人が生産しようと、結局は市場に任せておけば、なんか需要と供給って結局は釣り合っていくらしいんですよね。でも今は不景気な時に、デフレの時に消費税上げたりとか社会保障費を削減するんで、これ人工的に需要と供給のバランスを壊している状態なんですよ。で、多くの30兆円とも言われているその GDP が失われているところにね、60兆とも言う人がいますけども、そこに20兆とか30兆とかちょろちょろっとしたものしか財政出動しないってことになると、これはね、確かに需要と供給のバランス大壊れして、この年末年始にも、もう生きていけないっていう、この社会的な生命の限界が来ちゃうんですよね。これ人工的に引き落とされてるんですよ。だから需要と供給のバランスを取るために、今生産ができない人とか働けない人に供給が余ってるわけですからね。在庫いっぱいあるんですよ。だからそれが手に届くようにお金を配ることによって、作ったものがちゃんと消費者に行き渡るっていうバランスが取れていくんですよね。今本当物が余っちゃってて、本当叩き売りみたいな状態です。でもその叩き売りみたいな状態でも手が出せない人がいるっていうね、このスーパーアンバランスなんですよ。スーパーインフレっていうのがね、ハイパーインフレっていうのがあるとしたら、今はハイパーデフレなんですよね。だからすごい所得がちっちゃい人でも本当に100円のものが買えないみたいな現象が起きてきて、1日3食食べれなくって1食にしてるとかね、2日に1食みたいな、これどう考えてもなんか足りなすぎるんですよね。そういうことをいろいろ考えながらね、思ってますよね。ちょっと何言ってるか分かんなくなってきましたね。で、こう感情の面ですよね、あとはね。なんであいつら生活保護でこんなもらってんだよっていう感情があるじゃないですか、やっぱりね。こっちで例えば30万の生活保護をもらってる人がいるとして、こっちに一生懸命働いてね、15万の人がいるとして、今は一生懸命働いてブラックロードして15万だけども、生活保護のが若干安いから、もしくは同じような感じだから、まだ抑えられてる部分があると思うんですけども、こうなっちゃったらね、さすがにこっちの人面白くないんで、やめたってなっちゃったり、こっちに移ったりすると思うんですよ。だからその策としては、こっちの人にね、例えば足りない分15万吐かせるみたいなこともあると思いますし、でもっと言うとね、このね、自分よりもサボっていて所得が自分よりも高い人に対して妬む人って、結局自分よりも能力がある人が高い収入を得てる人に対しても妬むわけですよ、ね、なんかこう前澤社長もなんか儲けやがって、何が金くりばりおじさんでふざけんなと思ったら、三崎優太お前こんなの息になるねん、若くして金つかみやがってで、結局妬みって自分よりも下の人にも上の人にも妬む人はずっと働いてるんですよね。だから誰に対しても良かったねって言える人っていうのは、今社会的にはすごく、ね、貴重だと思うんですけども、なんかそれはまたね、精神的なケアをまたそれはそれでしなくちゃいけないのかなと。ただやっぱり自分よりも不幸な人とかがいるから我慢しろみたいな論法はもう今の時代じゃないのかなと思ったりね。あとはなんかその生活保護は働いている人よりも貧しくて当たり前だっていうのはね、まあ分からないでもないんですけども、だったら両方良くなった方がいいかなとかね、思っちゃったりするんですよね。ということでね、生活保護のことは考え始めて3日目でございますけども、まあすでにね、たくさんのこうコメントを寄せられて、いろんな考え方をいただいてね、やっぱり発信してよかったなと思います。この生活保護の問題っていうのは普段置き去りにされている部分が多いと思いますんで、当事者の方とかね、当事者じゃない方とか、さまざまな意見を組み合わせて、すぐには無理でもね、新しい形の、新世代のね、新生活保護制度みたいなのがね、一から構築できればいいかなと思うんですよね。ところで花嶋さん、今度ね、持続化給付金第2弾、定額給付金か、何でしたっけ、特別定額給付金か、あれのちょっとライブやってみませんか。ライブをね、どうでしょうか。この挑戦受けて立ちますか。ということでございます。今回はね、生活保護のことをちょっとね、グダグダと話してみたのと、ちなみに綾沢ちゃんからもね、30万はダメですよっていうのが来たんで、まあダメなのかなと思ってね、私もまあこの話題やめようかなと思ったんですけども、でも誰かがね、生活保護を30万じゃないにしてもね、2000円とか3000円とか値上げする方向に持っていかないと、今どんどん下がってますからね、なんかそれはないだろうと思いますね。せめて下げるなよと思いますよね。何なんでしょうね、これは。もちろん働いてらっしゃる方もどんどん可処分所得下がってるんで、みんなで悪くなってるんですよ、これ。みんなで悪くなってるから、みんなで我慢しましょうって話じゃないと思うんで、みんなで我慢しない社会の方がいいと思いますんでね。
さあそれで、ライブ考えておいてください。じゃあいってらっしゃい。